マーメイドル。マーメイドルのマミに頑張るまー。イエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。今回はこちらの豆腐とこちらの健康さんから出ているノンオイルドレッシングオーシャンブルーを使ってマーメイド豆腐を作っていきたいと思います。まあね、マーメイドルのイメージカラーといったら青だと思うんですけど、どうですか皆さんは。だよね、やっぱ青ですよね。そう、こちらのドレッシングもお気づきかと思うんですけども、青色なんでね、マーメイド豆腐にぴったりだと思うんですよ。それでは早速やっていきましょう。じゃまずこちらのマーメイドの型で豆腐をかたどっていきます。ほい、ちょっとはみ出ちゃうな。ほい、おー気持ちいい、プリンってなった。そしたらまずこれ剥がしちゃおうか。周りを剥がします。おー綺麗に剥がれますね。ちょっと細かいところは端で。これすごい集中力がいる作業だ。はい、かたどりました。そしたらこのまんまこちらのオーシャンブルーをかけていきます。いきますよ。ほっ、ちょっと広げよう。よし、じゃあ型をね取っていきましょう。ほい、じゃらーん、めちゃくちゃ綺麗、マーメイド豆腐の完成です。じゃん。じゃあこれをね早速食べていきましょう。どっから食べようかな。たい焼きはどっから食べる派的な私やっぱノーマルに頭からなんですけど、じゃここはあえて尻尾からいっちゃおうかな。いただきます。おいしい。この豆腐の大豆の匂いとこのオーシャンブルーのこのグレープフルーツ味の酸味が効いててとっても美味しいです。ちゃんとね青く浸透してるんですよ。これほらすごい、だから水色みたいな感じになってます。美味しい。皆さんもぜひマーメイド豆腐オーシャンブルーを添えて試してみていかがでしょうか。バイバーイ。